ダイヤモンドユカイの星から召喚されました。どうもカナダカナです、ハッピーハロウィン、ハッピーヴィランズということで、いつのハロウィンのハーキーなんだって話なんですけども、なんとガチャを引いております。70連で出てきました。もうあと30連引いてしまおうなんとレオナの後ろにゼロがいるという、私今回のハロウィンイベントですね、まさかのロストインザブックということで、スティッチの頃のやつ2回目のイベントになるのかな、どういうくくりで言っていいのか分かんないですけど、ツイスト的には4年目のハロウィンということで、ナイトメアビフォアクリスマスが元ネタと、みんな結構ディズニーでハロウィンと言ったらナイトメアビフォアクリスマスぐらいのね、感覚だったとは思うんですけれども、今回はまさかのロストインザブックなんで半分のメンバーが行くということで、4回目のハロウィンだけどイベント的には5回目ってことか、ややこしいな有名なね、ジャック・スケリントンとかサリーとか、あと後ろにいるゼロとか、あれでウィーブリーですよねっていう、あんまり私ナイトメアビフォアクリスマスちゃんと多分見たことあったかなぐらいの、なんかディズニーチャンネルで昔やってたぐらいの記憶しかなくて、ちゃんとした曲ほぼないです。なので今回結構初見のね話が出てくると、そして新キャラクターが出てくるということで、楽しみに、じゃあちょっとやってみようかなと思います。ナイトメアビフォアクリスマスロストインザブックのイベントです。どうぞ。素敵なお方、こんばんは。どうもこんばんは。この良き出会いにキスをしなくていいよキャラクターボイスが山口カッペイさんということで、ワンピースのやっぱウソップのイメージがあるな俺で個人的には。時にあなたはハロウィンをご存知ですか。この時代生きててハロウィン知らないことなかなかないよ。なんだ無表情になんな。知らない。なことないだろ。ああそれはいけないね。なかなかいないって知らないやつ、さすがに全世界で有名だって。ハロウィンはびっくりするよ。ハロウィンとは恐怖。そう、おお、新しいモーションだな、なんかだんだん遠くに行ってないちょっと距離を感じた今なんだろうな、死者が蘇る日みたいな、ちょっとお盆に近い感じもあるけど、だから子供が仮装するのはお化けに連れて行かれないようにみたいなのは聞いたことある。ハロウィンとは憧れ。はあ、憧れなんだ。渋谷にも同じこと言えんのかな世界で一番最悪なハロウィン引っ張り出してくるけど。ハロウィンとは悪夢。おお、ガオーのやつだね。ハロウィンっていうと、なんか当時独立したてのアメリカはハロウィンすごい荒れてたらしいからね、家がぶっ壊れるぐらい荒れてたらしいからねそんな人にとっちゃ悪夢だろうな。この夜を尽くして我が輩があなたに教えて差し上げましょう。一人称我が輩なの、キャラ濃いな。これぞハロウィン。ほう、これこそがハロウィン。はあ、そう、これが、これがハロウィンなんだろ。ハロウィンだ。ハロウィンしか言うてないほんでお前ずっとハロウィンしか言ってないなんだあとそのポーズ、新しいな。サングラスが透ける仕様にもなってる、だいぶ歯どうしたここも多分ジャック・スケリントンってことなんだろうな。ハロウィンしか言ってないけどこいつ消えるな、なんか曖昧な言葉残して消えるなおい終わったけど説明が出ないいつもだと終わったらね、説明がこういう感じの内容ですよとか、こういうの集めてくださいねっていう内容がいつも出るけど出ないな。押せばいいのか。あ、でもこの辺一応マレウス、エペル、アズール、ビル、イデアか。はい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 。でなんかジャックオランタンを集めると、ああなるほどね。ジャックオランタンで解放っぽいな。事業回数でストーリー解放系のやつね。オッケーオッケーオッケー。ジャックオランタンの説明されても大体わかるって。なんか昔カボチャじゃなくてカブだったらしいな。交差ナイトメア。ポートフェストスタート。去年のハロウィンと一緒じゃないか。またフェローとギデル出てくる。人がはけて道が空いたな。なんだ混んでたんか。なあ。ふもとの街スタートなんだね。もうポートフェストだよ。街スタートでよかったってだから。おー、セブク。さあさあ、若様。どうぞこちらへ。珍しいな、マレウスも麓の町に。お足元にお気をつけください。人間たちがうようよしておりますから。なんなら比率的に言ったら人間の方が多いわ。おい、見ろよ、あの角。あれ、マレウスドラコニアじゃないか。怖すぎる。近寄ったらどんな目に遭うかわからない。粗相もしてねえのに。さすがにマレウスだってそんな非人道的なことしないよ。あ、バタバタしてる。うようよはしていないような人がいなくなった。あ、モーゼのように。ああ。なぜか急に人がはけて道が空いたな。これなら若様を煩わせることもない。運がいいぞ。
なんで俺お前らと一緒にいるんだ。どういうこと。古本市、いいじゃん。あ、ロストインザブック、前回は図書室スタートだったけど今回は古本ってことか。ここで古本市が開かれているのか。島の者たちで随分とにぎわっている。なるほどね。よくこのような催しを知っていたな、セベク。あ、セベク読書が好きだからか。はっ、行きつけの本屋に開催の知らせが掲示されておりました。あー、なるほどね。あ、なんか見たってうまくもなんともねえだぞ。さっさと飯食いに行こうぜ。本より飯。こいつはいつも通りだな、さすがグリム。黙れ、若様と二人で出かけようと思っていたのに飯だなんと勝手についてきよって。俺勝手についてきてんだ。神様、この魔獣の教育は一体どうなっている。監督生だからそうなんだけどさ、しょうがねえ、いつも言ってんだよ俺。2歳児なんだからこいつは。よせセベク、たまには人の子たちと過ごすのも賑やかでいい。あ、ありがとうマリウス。手のひらドリルかおめえは。おっしゃる通りでございます。ニコーってしやがって。飯でも食いに行くのかと思ったらついてきたけど、はんはんはん、はんだらけ。古本市だもん。なかったらおかしいだろ逆に。食い物はねえのに人はいっぱいなんだぞ。みんな何しに来てんだ。古本見に来てんだよ。古本市なのだから古本を買いに来てるに決まってるだろ。この市は昔から定期的に開かれているらしい。現地の島は学生が多い。あ、なるほどね、だからか。古書の共有と需要も高いのだろう。高そう。もっとも博識なマレス様にご満足いただけるほど書物があるかどうかは甚だ疑問ではありますか。すげえ言うじゃんお前。誘ったのにすげえ言うじゃんお前。おお、二人も。あれ、セベク君？ん？エペルじゃないか。それにビル先輩も。マレウスの周りには人がいないから目立つわね。そっちも買い物？そうだ。お前たちも来ていたのだな。ええ。ああ、魔法薬学ね。なるほどね。魔法薬学の古いテキストがないか探しに来たの。ビルさんに借りた本の中に、すっごく勉強になるものもあったんだけど、絶版で手に入らなくて。なるほどね。この古本市ならあるんじゃないかって話になったんです。おう、貴様にしては珍しく勉強熱心ではないか。ん？珍しい？僕だって勉強ぐらいするけど。エペルって成績どれぐらいなんだろう。どうだか、体力育成ぐらいでしか活躍している様子を見かけない。イメージはあるけどな。そうだそうだ、お前人のこと言えねえ。人のこと言えねえぞお前。この前クルーエル先生に居残りされていたグリム君だけには言われたくない。何したんだお前。全く情けない。どいつもこいつもミドルスクールからやり直した方がいいのではないか。まあ、グリムはそもそもミドルスクールにも行ってねえし、俺そもそも習ってる授業がちげえし。やれやれ、君は同級生に対しても、あ、リードルっぽいなこれ。そんなに偉そうなのかい。通常運転。あ、そうか、部活一緒だからか。ん？この声は。おお、二人もか。ローズハートとクローバーじゃないか。お前たちも古本市が目当てか。ああ、うちの1年生に必要な本を見つくろうとリドルに誘われ。ああ、偉いな後輩。あの後輩に。おう、1年生向けに何かおすすめの本があるのか。いや、そのん、マナーを、ああ、絵本。マナーを教える絵本だよって。そんな本あんの。うちの新米トランプ兵たちに品位とは何かよくよく読み聞かせてあげようと思ってね。やるのそれ。ハーツラベルルでそれやんの。開催すんの。だいぶシュールだな。昨日ちょっと寮で大きな喧嘩があってな。何やったんだ。え、誰のことかなんとなくわかる。確かに必要。上からだな、上からだなこいつ。うん、誰のことかなんとなくわかるよ。ハーツラベルのやつらはまだそんな本が必要なのか。そこが知れるな。あんたにも必要な本だと思う。言われとるげ。おっしゃる通りですね。セベク、君も読み聞かす会に強制参加。この顔である。ああ、これはまた賑やかな会になりそうだ。お茶菓子はいらないよトレ。さてどの本にしようか。あるの、そんな都合のいい本あんの。だいぶなんだこの集まり方。まず全員集合するところからだな。お、朗報があるぜ。なんだあそこのお店、養蜂って書いてあるのね。全然知らなかった。おや、探し物ですか。あ、そっか、奥田はここ二人なんだよな。それなら僕たちにお任せを。お望みとあらば何でも手に入れて差し上げますよ。すげえな、どうやって。ああ、ジェード、それにアズールも。お前たちも来ていたのか。ということはまさか。ご期待に添えず申し訳ありません。フロイドはモスルラウンジで接客中です。ご期待なのかなこれ。ご期待してませんよみたいな顔してるけど、それは朗報だ。これのことかい。朗報なんだこれ。
本当によかった、本当に。ラウンジでお客様からこの催しのことを聞いて急遽外出したんです。古本を売る位置とは興味深い。あんまないのかな、こういうイベントも。貴様のことだ、どうせくだらんビジネス書でも探しに来たのだろう。くだらんビジネス書ってどんななんだろうね。自己満足の啓発本みたいな。すげえ言うけど。セベクさん、ビジネス書には流行りがあるんです。信用すぎた古書で探しても意味はありません。あ、確かにそうかもね。オクタビネル星とあろうものが正論を言うな。どういうこと。ちょっとわかるけどさ。すげえ顔してん、隣のビルも。僕たちはハロウィンにまつわる本を探していたところです。なんで、図書室でもいいんじゃねえか。ハロウィンの本。ええ、もうすぐハロウィンでしょ。今年モストララウンジで行うフェアの参考にしようと思っております。あー、こういうお店はそうかもね。なんか同じイベントだけど毎年違う内容をやんなきゃいけないみたいな。そういえばクラスの者たちもそれぞれの寮で飾り付けをするなと盛り上がっていたな。ああ、そっか、学校でもあるんだった。ナイトレイブンカレッジでは随分と盛大にハロウィンを祝うのですね。ああ、僕も初めて学園でハロウィンを過ごした時には驚いたものだ。学園外から人を招き、大勢で豪華な飾りやテーブルいっぱいの地層、それに歌と踊りを楽しむ。あ、してたね、最後。年に一度あの世に行ったゴーストたちが帰ってくるのをみんな楽しみにしているらしい。セベク、お前もナイトレイブンカレッジで過ごす初めてのハロウィンに期待するといい。あ、どうした。嬉しいんだ。マレウスが催してるわけじゃないのに。ありがとうございます。ワーク様の統治されるナイトレイブンカレッジでのハロウィン、あ、統治になっちゃった。心より楽しみにしております。統治された覚えはないのだけれど。今マレウスの門になってるからな、実際。あながち間違いではない。それにしても魔法薬学の本にマナーの絵本、あとはハロウィンの本か。なんか今回セベク主体なのかな。やはり位置には多様な本があるようですね。若様は何かお探しの本はございますか。そうだな、せっかくだから普段は読まないようなものを見てみたい。何を読まないんだろう普段。どのジャンルなんだろう。普段マレウス様が読まれるのは難解な古書や高尚な歴史本。そこから離れるとなると漫画かな。漫画ぐらいしか。軽く読めるような書物でしょうか。随筆や詩集、いや小説の方が。それなら漫画本はどうかな。向こうに漫画ばかりを集めたお店があったよ。漫画か、確かにそれは馴染みがないな。でかしたぞエペル。ではマレウス様、早速見てみましょう。あちらがそのお店のようで。ん、なんだ。やめてもらえるかな、イデアシュラウド。でも今普通にしてたらね、画面絶対何も見えてないんだけど、横ずらしているんだよ。しかもちっちゃー。そうか、イデアも参加するからか、このイベント。ちっちゃー。いや、もう消えてたようなもんだって。難しいな。消えた、幻。夢幻のごとく消えて。ああ、今顔色の悪い男だって言ったと。言われとるげ。おもろいな、顔色の悪い男って言われんの。お、気のせいじゃねえんだよ、めちゃめちゃ目立ったもんな、あいつ今。いえ、確かにイデアさんだったと思いますよ。放っておきましょう。あいつに話しかけてもいいことなんて一つもないわ。いいこと。いつもなんか煽られるからかな。おもろいな今の。とりあえず漫画コーナーにいたってことだな。つまんねえ本しか売ってねえのに、ナイトレイブンカレッジの奴らがたくさんいるんだぞ。言い方、つまんねえ本ってお前、興味の問題だろ。他にも誰かいるかな。あと誰だっけ他にも。ジャミルがいた。なあ、古本一来てなんかダメだろ、迷子にさしちゃ一番。ああ、どこに行ったんだ、カリム。カリム呼んで叫んでるやつなんてジャミルしかねえんだから。この声はすってきたな。ジャミル先輩ではないか。血相を変えてどうかしたのか。カリムに付き合って本を見ていたんだが、俺が飲み物を買っている隙にどこかに行ってしまったんだ。5歳児の行動力。なんで。何度スマホを鳴らしても応答がない。誰かどこかであいつを見かけなかったか。スマホ持ってんのかな、ジャミル。あ、ジャミルじゃねえ、カリム。ああ、カリムさんなら先ほどスカラビアの方々と話しているのを見かけましたよ。あ、じゃあ大丈夫だ。ええ、スマホに気づきそうにないほど、とても楽しそうに本を見ながら歩いていましたね。なんだと、あれほどベンチから動くなと言ったのに。なんで一緒に買い物行かなかったんだ、じゃあ。もしも僕がジャミル先輩と同じ状況になったら。あ、そっか。そうだね、従者同士だわ。
ゾッとするな。ゾッと。まあまあ、落ち着け、ジャミル。寮生が一緒にいるなら大事にはならないだろう。確かに。どうぞ。ここでごゆるりとくつろぎください。できるかな?くつろげるほど今、ハッハッしてんじゃないの?くつろいでいられるか。どこかで見かけたかさっさと教えろ。また人が増えたんだぞ。傍観者。そりゃそうだ。他にもいるかな?あそこにいるのはまだいる。あとは?ゲ。ゲって言いそうなやつ誰だ?今出てないの、出てないの、出てないよ。出てないよ、応答願います。おそらくサバナクロ。ん?あれって。ゲ?ゲ?すげえ罵倒されてる。この大バカ者がって。なんだ?さ、ゲの正体は?ん?あれって。ああ、レオナか。ビューンって飛んでった。おい、レオナじゃねえか。寄ってくんだけど、まあ、うぜえ。反抗期か。レオナにああも気安く声をかけられるとは。グリムは大物だな。レオナ、あんたがこんなにぎやかな場所にいるなんて珍しいじゃない。あ、でも確かにそうかも。控えめな俺だってたまには日の下に出たくなる。控えめ、自分で言うな。控えめだと思ってんのかお前。しかしまさかそこでトガリ野郎の顔を見る羽目になるとはな。あ、確かにレオナとマレウスが同じイベント出てんのだいぶ珍しい気がするな。せっかくの休日が台無しだよ。はっ、何を言う。僕はお前かい。なんでお前だと思うんだ。どう考えてもいつもマレウスに言ってんじゃねえか。僕はトカゲではないぞ。てめえじゃねえよ。そっちの角のことだ。は?ディセンダントでも最後トカゲにされたしね。え?ん?いねえとか言う。あ、いたわ。よかった。たまにいなくなるからマレウス。なんだと!貴様、なんとブレーナ。マレウスさんのことだと気づいてますます切れましたね。キングスカラー、昼だというのに眠たそうな顔だ。本と一緒に天日干しされた方が良いのではないか。あ、さすが煽りスキルが強強だよこいつら。その言葉そっくりそのままお返しするぜ。その角に苔が生えてからじゃ遅いからな。だこいつら。こんな往来で喧嘩しないでちょうだ。周りの客が怯えるでしょう。お母さん。顔面がいい奴らが揃っても。ああ、揉め事はよそう。レオナも何か探してたんじゃないのか。ああ、よかった、和ましてくれるお父さん。別に、暇つぶしに読む本でもあるかと思っただけだ。もう帰る。てめえらと一緒に仲良くお出かけなんてごめんだぜ。おい、神様、つまんねえし、俺たちも一緒に帰って、レオナに飯でも宝うぜ。言うな、最後の一文。バレねえようにすんだよ、それは。宝るんだ。うなー、なんだ。いてってて、誰だ、こんな道端に本置いたやつは。つまずいちまったじゃねえか。あ、それが、あの本、今回何色なんだろう。あ、でも同じかな。ん?それ、なんだか不思議な本だな。リドルとアズールあたり覚えててもいいんじゃないか。確かに、タイトルは書かれていないのに、想定がやけに豪華だ。表紙に飾られてるのは鏡?このような衣装の方は見たことがない。まあ本に鏡なんて貼らんもんね。あ、ちょっと本読んでる途中に化粧直ししようってことまあないもんね。よっぽどだもんねそれ。綺麗だな。一体何が書かれた本なんだろう。ん?どうしたマリス。あ、え?マリス知ってんの?待て、その本を開くな。マリス知ってることなんだ。このお前らは知ってろ。お前二人は知ってろ。その本から不思議な気配がする。へえ、あれ、リリアって気づいたっけ?わ、覚えてねえな。悪くはないが良くもない。これまでに感じたことのない妙な心地だ。あれかな、ものが、本によって感じるものが違うとかかな。スティッチとかだったらさ、なんかあんま嫌な感じないじゃん。ぶっちゃけると嫌な感じないじゃん。でも今回は、ナイトメアビフォークリスマスっていうあの雰囲気のティム・バートン感がちょっと、悪くはないが良くもない感を出してるのかわかんないけど。そういうのもあったりすんのかな。てめえがそこまで言うってことは下手に触らねえ方が良さそうだ。おう、おい、その本をこっちに渡せ。マレウス先輩とレオナ先輩が警戒している。これは素直に従った方がいいな。マレウス様のお言葉に逆らうはずもございません。おい、グリム、その本を早く。お、フラグ立てんな、フラグ立てんな。おい。よし、中を見てみるんだぞ。すいません。あ、それでここのメンツが
イデアモなんだこの光は。ああ、だから開くなと言ったのに。見てよこのジェイドの顔。ニコ、これから面白いこと始まりますわの顔してる。グリム、この大バカ者が。このセリフだったか。うわあ、これでイデアも入ってんのめっちゃおもろいわ。お、お、ん？なんだ、ああ、ただ背景が残ったって感じね。ああ、これか。ああ、出た。有名なね。ジャック・スケリントがここで。ああ、懐かしいな。なんかでも知ってるわ、ちょっとだけ。ごめん、本当ににわかの知識。本当ににわかの知識だよ。おお、うわ。あ、はいはい、こっからスタート。あら、すごい。へえ、すごい。この背景全部書いたんでしょう。当たり前がそれ。そうだわ、すげえな今回の。うわー、動くな、すげえ。これ普通に動画なのかな、ライブ 2D なのかな、あれできなくないだろうけど、すごいな。はいはい、タイトルコールかな。ロストインザブック With the Nightmare Before Christmas 始まりのハロウィーン。おー、山口勝平さんがね。俺が焼きます。何を。なんかやりたい急に。あー、こっからか。ここはどこ、ここはどこから始まるか。もし、あ、ねえ、もしあなた、はい、この腕の中で眠る素敵な人、なんで抱えられてんだ俺は。我が輩の声が聞こえているかな。あ、うん、だいぶクリアに。誰の声、山口勝平。ねえあなた、どうかそのまぶたを開けてくださるといいのですが。な、どういう状況なのこれ。一体何が起こったんだろう。もう覚えてないか。デジモンワールドに初めて来た時の大地みたいな感じになってるってこと。うわすごい、何森。すんごいこれ。じゃあその作品に合わせた画風っていうのかな、それがすごいよね。どんな森。何にもねえな本当に。ほんで森にしちゃ秋だからか。あ、でもそっか、ナイトメアビフォークリスマスってあれクリスマスの話か。ああ、よかった、目を覚ましたんで。ああ、これが例の男か、ジャック・スケリントンっぽいやつ。誰なんだお前は。ご気分はいかがですか。ああ、急に立ち上がってはいけません。手を貸しましょう。さあどうぞ。紳士的な部分はやっぱある。そこはジャック・スケリントンっぽい感じが。俺がサリーってわけじゃないよな。ジェームズ・P・サリバンってわけでもないよな。サリー違いすぎ。ああ、誰。What's your name? お互いをよく知るのは後にしましょう。怖いわ。まずは状況を確認しなければ。ねえ、で確認も、ま、何も。お前が誰かも分かんなかったらもう確認もしようがないじゃないか。他にも倒れてるのはあなたのお知り合いでしょうか。ああ、みんな倒れてんだね。ここは。全員、うう。全員いるんだな、すでに。あ、ん？ちょ、なんか絵柄違う。あ、え、なんか違う。え、鍵の、ん？質感がある。なんだこの。手袋してるね。あら、あんた手袋してんの。かわいいかわいい。いいじゃん、なんかそういう、ちょっとカチッとしたスタイルも似合うじゃん。なんか色が、なんだろう、パキッとした色ではないというか。なー、目がシパシパするんだぞ。違うぜ。はあ、嘘。あ、じゃあ俺ちゃんと見てなかったわ。色がやっぱこうティム・バートン調みたいになってるっていうか、なんかこう なんていうんだ、デジタルで描いてるんだろうけど、この色鉛筆感があるというか、質感が。なんか顔色悪い、お前ら。え、ここはどこだ。いって、うわ、なんかちょっと待って、お前衣装がさ、おお、見て、全身で見てえな。この衣装もやっぱこの楽しみの一つではあるよね。ここはどこだ。マルウスの威厳がすごいたっぷりある顔になってる。あ、よかった、体のどこもすりむいてないわ。あ、大事だもんね。なんかビルスさんがより美しく見える。おお、なんか、いや、すごいなこれ。これ全部もう一回書き直したんかな。え、すごくない。その辺の事情全くわかんないけど。頭が痛い、クラクラする。なんだか薄暗いですね。もう夜。でもさっきまで昼だったような。千と千尋の神隠しみたいな。え、すごいなこれ。
あ、帽子まで、お前髪お前前髪開いてきたか。お、かっこいい。なんかかっこいい。ジェイドかっこいい。知ってるだけどびっくりした。トレイもメガネまで変わってるぜ。おい、それは視力合ってんのかな。メガネしてる人からしたらもうそこ一番大事なところだから俺たちは麓の町で、あれ何をしていたんだっけか。あ、大丈夫か。なんか確かグリム君がおかしな方を開いたようなとさも当然のように嫌がるこいつなんだこの男は本当に。あ、なリドルのその帽子が可愛い。あ、爪も黒く塗ってる。前髪が細かくなってる。やっぱ違う。あ、イデアもいつもあの炎の感じだけどちょっと質感がやっぱ違うわ。変な光に包まれて、そこからどうもよく思い出せない。え、拙者どうしてここにみんな思ってるよ。なんでお前ここにいんのって。若様、ご無事ですか。カリム、あ、そっか、ここは SSL の3人か。いないのか。いないな離れてたカリムがいなくて離れてたイデアがいるのおもろいわ。けーだめー。うわ、なんかマフィアちょっと待って、第一印象がマフィアすぎるってお前ら。絶対どこかのグループに所属してるだろお前ら。ドンだろすげえ威厳しかないもん。なんかジャミル髪ほどいてんだ、珍しい。レオナもオールバックに眼帯は、それはもうどっかを牛耳ってるボスなんよセレがこのシルクハートで紳士感を出しているか、ジャック・スケリントンがいる二人のところに。てめえ丸焼きにして食っちまうぞ。美味しいかと言われると肉の多さで言うと多いけど、食っているものに質があるかどうかがわからないから、多分柔らかくてジューシーなあの感じは出ないと思うから、一回して下味をつけてからの方がいいと思うガチの考察をし始めてしまったクリムの肉に関して。任せてください、俺が焼きます。ああ、ジェミーが焼いてくれんだったら、まあね、ちゃんと肉柔らかくしたりとかしてくれると思うし、ちゃんと筋も切ってくれると思うから大丈夫だ。何の話僕も小判に預かる。ああ、俺も小判に預かるぜ今やんなくていいよ、一回やったからいいよ。もう可愛い正直可愛い。うん、ちょんこんとしてでかい。いつものリボンがないからか。あ、で今やんの。一回見たよ、一回見たからいいんだけどさ、全然違うな。やっぱ服がこの毎回一つ一つ衣装考えるのすげえよな。これビルさんどうなってんだろう。スカートインズボンみたいな感じなのかな。そのファッションとか詳しくないから分かんないんだけどさ。あ、ジェイドはあれなんだ、丈が短いんだね。その上の部分全員蝶ネクタイだとかネクタイだとか、このゆるく縛っているトレイのこのネクタイの感じも、シャツも全部ちげえな。すげえな、そう考えて。おーおー、あ、なんかリドルのすごいな。え、ぼわっとなってる。かわいい。イデアのこの黒って結構お前似合うから、似合ってんだよな、これ。くっそ、身長がでかくて顔がいいからって。で、最後マフィアだろ。あ、一人ずつなんか、ここは。SS レアだからか。いや、もう、どっかの回を牛耳ってる。その髪型と、そのルックスの感じも全部そう。かっこいいからいいけど全員似合ってんだよな。この顔とかさ、スタイルがいいから腹立つことに似合ってんだよ。ほら、この黒のこの髪がすげえ似合うの。うまい、綺麗だよ。逆にもうそこまで来るとシックな感じがいいな。また全員この、で最後セベクが一年、あ、なんか手袋も違うじゃん。一年棒でここまでビシッと決まんのはかっけえよ。お前、そのジャック・スケリントンの顔がまたいい。中は白ベースなんですね、君は。ずっとベラベラ喋りよる。ほんで俺もずっとベラベラ喋りよる。それはもう、てんてんてんだわ。ずっと俺評価してんだもん。あ、今かい似合ってるからいいよ。びっくりはするけど。じゃあ俺も着替えてるってことなんかな、こういう系の服に。似合ってるよ。なんだ本当に。かっこいいよ。褒めとく。どうしてそんな落ち着いてられるんだ。のんきに感想なんて言ってる場合か。似合ってるからいいよ。言うよ、感想ももう。いろいろ通り越して言うよ、俺は。俺たち全員、一体いつの間に着替えさせられたんだ。あ、てか、スティッチの時もそうだったね。急に着替えさせられてた気がする。全員って、あ、僕の服も変わってる。だって、コートも帽子もさ、重いなって感じなかったんか、お前。お前ら全員急にそのかっこいい服着て、どうしちまったんだぞ。え？俺様も首の周りに、なんかふさふさしたもんがついてる。この辺はもうジャック・スケリントンだな。何かついてるんだ。神様、俺様今どうなってる。かっこいいよ。かわいいでもよかったな。なるほど、いつも通りってことだな。かわいいでよかったな。くそ、1、2、3、
うちの草食動物どもが合計12匹揃えも揃って気を失ったわけか、まあ、失いたくもなるわ。そしたらいつの間に妖怪の群れの中に消えたと思ったらまた出てきたのかゴキブリみたいな言い方すんなや。貴様はどこにいたんだ。好きな古典漫画の初版を、あー大事なやつかも確かにね、初版は結構重要だったりするよな。コミックスの山を漁っておりました。俺たちの近くにあった漫画のコーナーにいたってことか。ということはやはり全員あの時本を開いた際に一緒にいたメンツですね。でえ、なんだバチバチに、ああ忘れてたごめんてめえは誰だ。そうだ、やっと名前が聞けるわけか。